肌診断をしたことがない人、本当に損してます。その道のプロから自分の肌に合ったスキンケア商品を教えてもらえるから、もっと早く専門家の人にお願いするべきでした。肌タイプって5つに分類されるんだっけ。確かに何も知らずに買うのは良くないけど、肌診断に行くのは面倒くさいしお金かかるし、知識がある方いろいろ教えてほしいです。美容オタクです。その人の肌質に合ったクレンジング製品を選ぶこと。合わないの使っても肌痛めるだけです。例えばどんな感じで選べばいいのでしょうか。無知ですみません。乾燥肌はクリーム状の製品、保湿成分を含んでて水分を保ちながら汚れを取れる。敏感肌は香りや刺激物がなくてアレルギー反応を起こしにくいクレンジング製品が最適。脂性肌はオイルフリー、油分控えめの製品。もともと油が多いのにオイリーなもので落とそうとしちゃダメ。これ以上は長くなるから本買って成分の勉強するの楽しいですよ。自分にも詳しくなれる。洗顔時ぬるま湯を使用して高温の水は絶対に避ける。これ本当に大事。高温な水ってだけでダメージだし乾燥にもつながるよ。化粧水をつけると肌がヒリヒリとして痛みを感じたことありませんか。毎日使っている化粧品なのにヒリヒリしてしまうのはなぜか聞いたら、肌のバリア機能の低下が原因と言われました。1日に十分すぎる洗顔をすると肌のバリア機能を保つための皮脂や角質が洗い流されるから良くないらしいよ。自分に合った洗顔料を使わないのも肌にダメージがいく。敏感肌です。肌診断の結果、セラミド配合や弱酸性といった表示がある洗顔料をおすすめされました。実際に無印良品の敏感肌用洗顔フォームを使い始めましたが、試して良かったです。全然違う。脂性肌、ビオレの薬用アクネケア洗顔料を使ってる。脂性肌は毛穴の詰まりを解消しなきゃだから、洗浄力が強くてさっぱりな洗顔料を勧められたよ。考えるのめんどくさい人は無香料で刺激の少ない洗顔料などの幅広い肌質に対応してるものを選べばいいと思う。自分に合わない洗顔料を使うと逆に肌が荒れるよね。あと適量を使うってことも大事だと思う。大事な日の前日に洗顔をしすぎた結果とんでもないことになったことあってトラウマだよ。過度なスクラブの使用は絶対にダメ。むしろ逆効果で肌を傷つけるだけだし乾燥の原因になるよ。週1回優しくマッサージするようにスクラブする。これ鉄則。本当にそう。スクラブでガシガシやったら見えない肌の傷ひどいことなるよ。ザラザラがない角質除去剤を使ったら肌傷つかないし、スクラブやってた時より肌綺麗になったよ。 AHA、BHA とかスクラブより断然こっち。肌のターンオーバーを気にかけないとシミだらけの肌になる。シミやニキビ跡の原因になるメラニンはターンオーバーによって排出されるからね。ターンオーバーを整えてくれるって話題になってたレチノール、試したらほんと良くなったよ。レチノール使うなら紫外線対策はいつもよりちゃんとしなきゃだけど、エイジングケアしたいし頑張ってるよ。レチノール、シワ改善効果があるって厚生労働省から認められたんだよね。すごい。アイクリームは正しい塗り方しないと逆効果って最近知って後悔してる。多すぎると毛穴詰まりの原因になるし、少なすぎると摩擦で刺激になって逆にシワになるって。適量塗らないとほんとダメだよ。むしろ何もしなきゃよかったってなってる。当たり前なこと言うけど化粧をしっかり落とさない、これほんとにダメ。肌の毛穴が詰まって肌トラブル確定だよ。だるくてもこれだけは絶対。自分で顔に針を刺す自己針治療は絶対にやめて。誤った場所に刺すと感染や組織を壊すリスクがあるって。それやって悪化して皮膚科に行きました。先生に怒られたよ。ちゃんとした医療施設でやるべきだって。タバコを吸う、個人差あると思うけど喫煙者の肌ってやっぱり違う。タバコは肌の老化、シワ、シミを促進して健康にも害があるから絶対にやめるべき。本当にそう思います。口臭はひどいし吸える場所だって限られてるし、何より高い。だから禁煙に足を踏み入れた。正直きつい、やめたい。私は子供ができてスパッとやめれたな。自分のためにやめるのって相当覚悟がいると思う。
タバコの灰や煙が肌に触れるのもダメらしいよ。自分は喫煙者じゃないのに肌の調子が悪かったんだけど、よくよく考えたら家にヘビースモーカーが2人もいたわ。そもそも煙に有害物質があるから受動喫煙が良くないんだもんね。外で吸ってほしいわ。過度なアルコール摂取は NG。 アルコール飲んだ後ってめっちゃトイレ行って水分がなくなって肌が乾燥した感じになる。しかも次の日に腫れたり赤みも出る。飲むとしても適度な飲酒で、水分補給は絶対。紫外線は肌の老化とか肌がんの原因になるから、若い頃日焼けしまくって今シミだらけだよ。その時は良くても、時間が経つとなんであんなに焼けたがってたんだって思う。少しの外出でも日焼け対策は必須って言うよね。SPF の数値が高いほど紫外線をシャットアウトできるって思いがちだけど、実はそんなに差異はない。それよりもその日焼け止めに含まれている他の成分に着目すべきなんだよね。 SPF50 だと 98% の紫外線をブロックできるって美容部員さんに教わったよ。ちなみに SPF50 プラスとか SPF53 プラスとか見かけるけど、50以上の数字で表記するのが禁止されてるかららしい。SPF50 も SPF50 プラスも大して差はないんだって。完全にブロックできる日焼け止めは存在しない。え、そうなんですか。プラスがいっぱいある高いやつ買ってたけど意味なかったのね。肌にベビーオイルを使用すると紫外線の吸収量が増えるらしい。オイル系は焼けやすいって聞いたことある。焼けやすい人は特に気をつけた方がいいかもね。オイルの塗りすぎ自体が良くない。毎日オイルを塗るとお肌から出る皮脂が出なくてもいいんだと勘違いして後退するらしい。最低限必要な皮脂までなくなって乾燥まっしぐらだよ。睡眠不足は地獄の始まり。肌の回復に悪い影響しかないし、くすみやシワを引き起こす。メンタルもやられるし、集中力もなくなる。美容以外にもデメリットしかないよね。ほんとこれ、十分な睡眠、規則的な睡眠をしたら全部が好転した。眠りが浅いのが悩みだったんだけど、枕を変えたら一気に深くなった。寝具って本当に大事。一日の3分の1が睡眠時間だもんね。こここだわらないでどうすんのって感じ。肌への摩擦は本当にダメだよね。炎症とか赤みになって、しかもなかなか治らない。洗顔するときは手のひらが肌に触れないように、泡で肌を洗うようにって言うよね。でもなんかゴシゴシしないと洗えていないような気がして、ついついやっちゃうのよ。過度なピーリングは肌のバリア機能を破壊する。敏感肌にもなって最悪だった。もう一生やらない。海外でのピーリングは特にやっちゃダメって言いますよね。ピーリングは肌の皮を剥くってことで、強い薬剤使ってる海外だと深い部分まで剥いちゃうらしい。ピーリング、自分に合いすぎてた。悩んでた毛穴とシミが見違えるほど良くなったよ。程度差って何に関しても大事だよね。ヒスタミンを含む食品を食べ過ぎると良くない。それ、マグロ、サバ、イワシなどの赤身の魚が好きで食べてたらジンマシンになったよ。ヒスタミン自体が良くはないらしいよね。血の流れが良くなって皮膚が赤く腫れることもあるらしいし。自分で角栓を取り出そうとする。これしてる人に肌綺麗な人はいない。毛穴パックを平気でやる人の気が知れない。いちご鼻に悩んでたけど、保湿をしっかりして規則正しく寝るようになったらだいぶ目立たなくなったよ。なくなるってことはないと思うけど、保湿、早寝ができていない人はまずこれから。シャンプー前にしっかり予洗いしない人多くてびっくり。泡が立たない原因って汚れだよ。予洗いで大体の汚れが落ちるのに、なんで予洗いをしないの？泡立ちが良くなって髪と頭皮を強くこする必要性がなくなるのに。顔と頭皮は1枚の皮膚でつながっているからね。ゴシゴシ洗ってると頭皮がたるんで顔もたるむ。最悪だよ。朝起きたら顔面左だけ肌荒れしててびっくりしたんだけど、よくよく考えたら枕に敷いてあるタオルをずっと変えずに寝てた。忘れちゃうんだよね。寝具の定期的な洗濯は本当に大事って言うよね。夏場は特にやばいですよ。目には見えないかもしれないけど、雑菌だけでなくカビも発生するし、さらに髪の毛、皮脂、赤、カビが餌になってダニが大繁殖するからね。終わりだよ。
肌荒れや咳の原因がダニだったってこと結構多かったな。どこにいるの？って思ってたけど、寝具が原因だったかもしれない。ちゃんと洗うよ。肌質に合わない化粧水を使ってたらヒリヒリしてきて病院行ったら肌が敏感になってるって。敏感肌になっちゃう原因の一つとして肌の乾燥があるらしくて、セラミド、コラーゲン、ヒアルロン酸が配合されている化粧水をおすすめされたよ。成分表示は含有量の多い順に書かれてるよ。そこんとこ注意してね。フェイスマスクがカラカラになるまでつけてる人ほんとありえない。水分って乾燥してるところに移動するらしいからね。乾燥パックになるね。乾くまでやったら肌の水分がシートに移動するだけ。これ知らなくて乾いた頃にやめてたよ。乾く前にやるべきだったんだね。ショック。不潔な手で顔面を触っちゃダメだよ。テレビで見たけど、不潔な手で顔を触るのって鼻ほじるくらいダメなんだって。化粧品使う前に手を洗うようにしたら肌荒れ治ったよ。本当にどうでもいいけど、中学の先輩が、耳はいいみたいな風潮あるけど、耳ほじるのは鼻ほじるのと同じだからって言っててハッとしたよ。その日から人前で耳ほじるのやめたよ。顔を拭くときはタオルじゃなくて使い捨てのペーパータオルにしろってよく言うよね。洗いたてのタオルですら19万個の細菌がいるって聞いたことあるよ。洗顔用ペーパータオルとかもあるくらいだよね。タオルより摩擦も少ないし衛生的だから細菌はそれ使ってる。顔拭いた後にタオルの繊維がついたりもしないし、汎用性も高いから重宝してるよ。腸と肌って密接な関係があるから、腸内環境が悪いと肌に良くない。腸内環境に気になりだしてからいろいろやってみたけど、水分を取るっていうのが一番効いた。年末に肉ばっか食べてたら腸内環境悪くなって、便秘がひどくて病院行ったら悪玉菌がめっちゃ増えてるって言われた。悪玉菌が増えると肌が荒れたり口内炎ができるらしいよ。完全に悪玉菌をなくすのはダメで、善玉菌とバランスよく存在させなきゃいけないって聞いたから、善玉菌を増やす食生活心がけてるよ。私も発酵食品、ヨーグルトとオリゴ糖、食物繊維絶対食べるようにしてる。腹筋が弱い人は軽い筋トレで腹筋を鍛えないと便秘がちになるよ。肘、膝などの黒ずみはお風呂入った後のバスタオルでも悪化するからこすっちゃダメ。頬杖、膝立ち NG。 膝とか肘が黒い人見るとなんか残念だなって思う。摩擦もだけど乾燥も原因だよ。保湿はしっかりと。たまにヘアスプレーのしすぎで逆に髪型崩れてる人いる。朝頑張ってセットしたんだろうけど、その重みでぺったんこになってますよ。で、糖分取りすぎると肌にも悪いけど、多くの病気の原因になるらしい。糖化ってやつ。顔のマッサージは逆にたるむ。特に肌弱い人は小顔ローラーとか絶対ダメだよ。顔に圧かけて摩擦もひどいし、効果を実感するのはリンパが流れたってだけなのよね。恋する乙女は何歳でも無敵。結婚してても恋はしなさい。ほんとそれ。夫と結婚する前は何でも頑張れて無敵だったけど、熱冷めてもうおばさんだよ。そもそも顔面レベルからして美容とかやる気起きないわ。 NG 美容法について紹介しましたがどうでしたか？後悔した美容法があったらぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの有益トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。